マダムなんでかかったのか。ええー、そうです。すみません、頑丈な鍋を選んだと思ったんだけど。100均じゃねえだろまさか。で、今日は何鍋だと思いますか。はい、エナさんからどうぞ。しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。はい、レミはしゃぶしゃぶ。チナは大根おろしのあー、パパ、あパパになんか文句つけられたやつ。ベーマックス鍋。はい、あ、大根おろしだろうな、多分な。で、何が入ってると思う。何ガジだったんでしょう。中身。この間、何かしゃべってたよね。パパの顔で、なんとかって。いや、それはちょっと無理だね、ママ。開けてみて。歯がないパパを。フレニーは歯のないパパ。いや、ちょっとそれを作ろうと思ったんだけど、ママにはちょっと難しくてできませんでした。大根おろしだよな、多分。いや、開けて。これは間違いないでしょ。うわぁ、じゃあこりゃ何でしょう、これは。え、キムチ。キムチ、今はキムチの匂いだけど、この肉何これ。今日はお花畑の鍋です。しかもこのほら、ハートにしましたよ、これ。これハートなんです、実は。ええ、あのネギ臭かと思った。今日は11月22日何の日か分かりますか。鍋の日え、鍋の日なの。今日私、パパのために作りました。え、パパのために。いい、そうです。いい夫婦の日なので、ちょっとパパのために作りました。なるほど。ええ、愛を込めて。ああ、ルナ、あれ半分すごい、ほら、湯気出てるよ。っていうか、もう煮えたんじゃないの。ああ、びっくりした。ちょうどここに当たって手が当たった。おー、いいじゃん、肉。かわいいね。かわいいでしょ、今日の鍋。どう、皆さん。いいね、匂いいいよ、これ。あの、味はキムチなので、キムチ鍋です。いけ。はい、どうぞ。パパ、花に見える、その前に。これも見える。見えるでしょ、可愛いでしょ。じゃあ、あとで、今日はいい夫婦の日ってことで、どれだけパパがママのことを知ってるか、反対にママがパパのことを知ってるか、あなたたちからちょっと質問をお願いします。え、どういう意味。例えば、チナからママにパパの質問をしてください。で、反対にパパにママの質問をあなたたちからお願いします。後ででいいので、食べてからでいいので。さすが俺の嫁だよ。これ食べなんだお前。話聞いてんな。恥ずかしいんだよ。なん食べればいいだろ。バーン。さすがレミ、パパ恥ずかしかったみたい。なんかリアクション取ろうかと思ったら、なんなんだよ。さすがだね、レミ。何を見てんの、エナ。ヒゲ。あ、見えるの、こっからこう。見えるんだね。あ、見えるね。あ、ここで質問を考えてたの。もしかして。楽しみにしてます。お願いします。まあ、どんな質問来てるんだってか。いや、うちは多分あんたのことあんまりわからないと思うけど。喋ってるよ。あ、やっと来ましたね、エナさん。ん、はい、書いてきたの質問。はい。じゃあ、どうやっていこう。誰から行けばいい、質問。んレミから。はい。ママへの感想。はい。ママへの感想。ママへの感想。丸一。はい。はい。何でしょう。何人と結婚をしたでしょう。え、はい。じゃあ、パパさん、お願いします。一人。どう。はい、じゃあ答えを言います。ちゃんちょんちゃん。はい。ちゃんちょんちゃんってなんで。はい。キムオネアの、あ、ミニオネアの。てんてんてんの真似が、はい、バン。じゃあ答えを言います。はい。じゃあちゃん一人です。パパ一人です。あとママは結婚してません。パパが初めての結婚相手でした。はい、じゃあ次、付き合いをしてた人は
何人でしょう。それはパパに聞いてるのかな。ママが付き合ってた人は何人でしょうかってこと。はい、じゃあパパさん3人。はい、じゃあ答えを言います。はい、正解、3人です。すごいね、パパ。じゃあ、だって聞いてるから。ママのこと知ってんだ。いや、知ってるっていうか聞いてるから。はい、ママに質問はないのかな、パパに対して。ママがキスをしてた人は何人でしょう。パパに聞いてるんだ、それ。パパに聞いてるの、それ。ちょっと顔赤くなってきちゃったな、ママ。やばい。顔赤くなってきたという話じゃねえだろ。まあ、今日はいい夫婦の日だからいいか。3人。はい、じゃあ答えを言います。正解です、3人です。付き合った人以外に。ええ、そうです。中はちょっとね。うん、そうですね。ママに質問はないのかな。丸4。え、まだあるの。じゃあいいじゃん。ママが愛してる人は何人いるでしょう。何人いるかとかって。パパに。オンリーワン。オンリーワンって答えをどうぞ。はい、パパオンリーワンです。え、何オンリーワン。え、パパが一筋です。オンリーワン。ママが一番愛してる人はパパです。なんだこの。以上です。はい、じゃあ質問、パパへの感想。はい、次ママに質問ってことね。丸1。はい、パパは何人と結婚をしたでしょう。はい、一人です。てんてんてん。正解。パパが付き合いをした人は何人でしょう。あ、それはちょっとわかんないな。パパが付き合いした人8人。約10人。え、約10人。10人もいるの。ママ聞いたことないんだけど。約10人だから8人でも当てるですね。覚えてません。じゃあ、丸3、パパが好きな人は何人でしょう。はい、1人。1人じゃない。え、4人。4人。ママエナレミチナ。ああ、そういうことね。子供も愛してるってことね。はい、好きだってことね。はい、キスをした人は何人でしょう。誰キス。パパがキスした人。パパが10人。答えをどうぞ。ファイナルアンサー。10人。ファイナルアンサー。ええー、そうです。てんてんてん。まあ10人ぐらい。10人ぐらいって何、20人とかいるってこと。いやだから、付き合った人。この歯ない口でね。昔はあったんだよ。うっせえよ。昔はあったんだよ。今、ここ最近人間がなったんだよ。はい、これで、はい、レミからの、はい、レミからの質問終わりね。はい、はい、次は、次質問する人、どうぞ。はい、パパは何色が好きでしょうか。これはママに質問ですか。いつも赤パーカーを着てるので、レッド、赤。はい、答えお願いします。てんてんてん。ピンク。どんなピンクなの。ピンクの服なんて着ないじゃん。赤じゃない。ピンクの服とかじゃなくて、なんでピンクなんですか。想像できないかな。あ、ピンクスパイダー。ピンクスパイダーじゃねえよ、なんていうの。ピンクスパイダー、火でピンクだよね。ええ、だからピンクスパイダーじゃん。まあ、ピンクっていうか、赤ピンクみたいな感じっていうことで、まあ
どちらかというとピンクかなってことでピンク。そうですか。じゃあ今度ピンクの服買ってきてあげる。ピンク好きなんだよ。第2問。パパの生年月日は昭和。おい、お前答え言おうとしてんじゃないそれ。あ、いつでしょうか。ママにですよね、質問。はい。昭和54年5月23日。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。正解、てんてんてん。あ正解、てんてんてん。パパへの質問をします。ええ。ママは何色が好きでしょうか。ブルー、青。ファイナルアンサー。いや。まあまあでしょ。ピンク。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。てんてんてん。てんてんてん。正解はブルー茶色。黒じゃない。茶色でした。あ、というわけで、あと、いいですか。もう、あと聞かなくてもいいですか。ママもパパも、これで分かってるって、お互いのこと分かってるってこと分かってるでしょ。ママの生年月日ってことって誰も聞いてないけど、昭和56年12月28日。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。はい。でででん。正解。生年月日はもう完全に分かってる。エナレミチナの生年月日言えますか。2000何年とか。2006年6月5日。レミ、2009年6月7日。チナ、2011年7月25日。以上です。言えます。まあ、それだけあなたたちのことを私は愛しています。まあ、それ以上に今日は私のことを。私もママのこととパパのことが愛してます。はい。今日はいい夫婦の日ってことでママからパパへプレゼントがあります。はい、皆さんからいい夫婦の日にプレゼントってすごいね。どうぞ。ありがとう。多分いたずらじゃないですか。これ、ちょっと待ってよ。じゃあ、一応見てみます。何センチ？パパって何センチ？ビッグマラちょっとこれ持ってても。そのパンツオンリーっていういたずらだと思ったら多分さっきのやつミシンで塗ったんだろうね。はい、今ウォーリーが流行ってんで。ウォーリーが流行ってんで。これウォーリー探すなの。ウォーリーまだ流行ってんだ今。ウォーリーを探せ。ね、パンツだらけです。サイズってことです。84、90。ありがとうございます。はい、いやいい夫婦の日のみなんか。パパだけもらって、なんか申し訳ないね。大量の絵。パンツ。パンツプレゼント。じゃあこれを、じゃあ誕生日に返しましょう。っていうことで。はい。お願いします。期待してます。じゃあこれをキャッチしてください。愛のキャッチっていう。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ質問していいですか？最後の質問？はい。はい。どうぞ。パパとママはどうやって知り合ったんですか？